はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さん考えたことはありませんか？全部リミットで、リミットカードでデッキ組んだら最強なんじゃねと思ったことはありませんか？私は思ったんですよということで、今回のデッキ見てください。メインデッキ、すべて制限および純制限カードとなっております。あのね、負けるわけないんですよ。だって皆さんよく考えてください。リミット、要するにその制限がかかっているカードっていうことは強いから制限がかかってるわけなんですよ。ってことはですよ、そのカードだけ入れたら強いはずなんですよ、絶対に。まあ、というね、強引な理論のもと組み合わせていくとなっております。なんかあのリミットワンフェスかなみたいなあの見た目になってますけども、まあ、リミットニットとかもいっぱい入ってるんでね。はい、もうなんかデッキのなんか見た目がおかしくなってますけども、あのエクストラデッキだけちょっと言い訳させてほしいんですけども、あのね、やっぱそのさすがにアタッカー不足になる可能性はあるんですよ。その リミットだけにするとそのいろんなテーマにまた合ってますんで、ちょっとあのなんていうのかな、シナジーをかませるのが結構難しいというのがありまして、まあ例えばですね、まあでも OCG の方では制限カードだったことがある、ダークロとか、まあ OCG では禁止だったことがあるデスルフェニックスガイとか、この辺のカードたちは、許していただきたい。そしてなんかちょっとあの展開する都合上こいつを使われていけないんで、ちょっとね、あのね、これは許してほしい、リンクスパイダーは。あのね、リンクスパイダーさんは、リンク1っていう、もう存在自体が罪なんで、まあ、なんで禁止カードみたいなもんだから、うん、なので、まあ、これは許してほしいって言ったところですね。はい。で、例えば、まあ、このデッキの強いところ、このデッキの強いところ、例えば何かっていうと、例えばですね、アラメシアの儀を持ってこれる、この聖天の水使い。聖天の水使いを、使ってアラメシアの儀で、優勝トークン出るんですけども、まあ、関連カードである、この、勇者の旅を始めるための旅路とか、あとグリフォンライダーとかっていうカードは、リミットがかかってませんので、採用できません。なので、アラメシアの儀は、トークンを生成するだけのカードと、なっております。それからですね、まあ、例えば封印の黄金室、まあ、雷獣竜サンダードラゴンを出せるのはいいんですけども、除外して、まあ、雷電竜がいませんので、鳥を持ってくることはできません。はい。それから、まあ、例えば、オルフェゴールの展開が一応できるようになってまして、まあ、週末の騎士で、ディベルを送って、ディベルからの、ギルスを展開して、オルフェゴールの、ガラテアとかを出せるんですけども、ガラテアでセットするカードはありません。リミットかかってないんで。まあ、そういったね、あまりにも強い噛み合いを、見せてる最強デッキなので、早速ね、これを使ってランク戦をやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。おかしいなぁ。理論上最強のはずなんだけどな。あ、ハンド強そう。これハンド強そうじゃない？いやでも、どうしよう。おかしいな、これ理論上最強のはずなんだけどさ、なんかいまいちあれなんだよね。なんか勝てないというか、まあ3連敗してるというか、リミットカードだけで組んだら絶対強いはずなんですよ。強いからリミットなんですから。あーね。まあ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 、まあ、増殖する地位だったらいいですわ。増殖する地位程度であれば、まあ1枚しか特殊化しないんで現状。しかもこれディアボリック、ディアボリックっていうのが意味わからない融合してきた相手ビビるだろうな、これ。これなんか、普通ディバインとダッシュじゃないかなと思うんですよね。一応これ2枚セットしまして、まあ一応これセットしますか。どっちセットしてもあんま変わんない気するけど、まあ、一応ディベルの方がいいか。守備力高いしな。これでエンドしましょう。さあどうする。最強のトラップカードが2枚セットされてるぜ。これはなんかちょっと反動強いぞ。可能性が見える。なんでかってこのパワーカード2種リミット1を2枚引いてるからな。何、ま、特殊召喚できないんですけどね。まあ特殊召喚できないんですけどね。ちなみにこのターンデスニーが墓地いっちゃうんで、どう考えても。なんでバニティスペース割れちゃうんですけど、まあ、このターン特殊召喚させなければ、まあ、こっちにもね、アルベルさんね、オッケー。まあ、アルベルさんはオッケーでしょう。で、アルベルさん召喚成功時効果で、何らかの、デスピア、あ、間違えた、楽園カードを持ってくることができる。で、楽園劇場、デスピア来た。特殊召喚できるならしてみやがれ。おい、こら、何デスリーヒーロー、デストロイフェニックスガイの効果を発動。デストリフェニックスがの効果により自身と相手のフィードのカードを1枚を破壊していくぜ。これこうですね。はい。そしてデスフェニの効果とバニティスペースの効果によって、バニティスペースは
自分のカードがフィールドから墓地を加えちゃうと破壊されちゃうんで、どっか行きますよと。はい、でさあターン、チェンジ、俺のターンいけるぞ。これはワンチャンある。オベラクターも来た。アタッカーを追加できる。墓の指名者、あ、まあ無効ですけどね。いけるいけるいける、これはいける、これはいけるぞ、いけるんじゃないか、さすがに、さすがに強い。でデスティニー特召喚、きた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 、いけるいけるいける、全然いける、いけるよこれ。これどうしようかな、8シンクロするか、いやでもアタッカー追加した方が強そうじゃない、これアタッカー追加した方が強そう。でオピラプター召喚する、オピラプター効果で、いやこれもう一回オピラプターか、もう一回オピラプター、もう一回オピラプターだな、これ。あでもあれか、シンクロ召喚したらディベル墓地行くんだな、いやこれちょっとあれだな、まあでもどっちもいいか、そんな変わんねえか、言うて別に変わんねえわ、そんなにガラテスする必要もないし、アナコンダする必要もないもんな、何をしかない、おかしいな、なんか展開が伸びないぞこのデッキ。お全然展開伸びねえぞ、どうなってんだおい、リミットカードだけで組んだら最強じゃねえのか、おかしいな、理論上最強なんだけどな、強いからリミットかかってるんですから、どう考えても最強のはずなんですが、まあガラテア出しておきますか、ガラテア出しておきますか、一応ガラテア出して、圧縮しておいた方がいいですね、これね、多分ね、闇属性オルフェゴールモンスターを含むモンスター2体でリンク召喚して、ガラテア出すじゃないですか、ここで。でですね、ガラテアの効果使っ、あ、間違えた、ディベルの効果使って、で、圧縮してギルスも出しておきましょう。これさっきのターン、一応こんな感じの動きできたからな、シンクロ召喚して。まあ、そんな変わんないね、言うて。そんなに変わらない。こうして、で、ギルスでもちろん落とすカードはないよ。もちろんギルスで落とすカードはない。まあ、リミットの関係上ね。まあ、リミットの関係上落とすカードなんてものはない。今、ちなみにデスフェニーしかない、妨害は。まあ一応、直命が育ってると思う、でも、あのデッキ。あ、まあエクレシアちゃんですね。エクレシアちゃん。はい。エクレシアちゃん特殊召喚します。で、エクレシアちゃん特殊召喚されて、で、効果でフルルドリス持ってくるという効果発動。で、フルルドリス出てきたとしても、効果無効になるのめんどくさいので、多分なんか爆破しちゃいけないな、デスフェニーで。エクレシアあたりを。出てきて効果無効にするっていうフルルドリスの効果なんでね。だからこれは、他のドラゴンがいると剣にしか発動できないから、ここでデストルで割っておいた方がいい気がするんだね。効果どうしよう。で、デスペニーと、エクレシアを割っといて、で、効果無効にならないようにだけはしておこう。だから打点が、3000になっちゃうので、まあこれどうせ墓穴打たれても大丈夫なんで、ご指名されても大丈夫ですから、まあこうしましてですね、まあフルドリスはまあ3000でぶん殴ってくるけど、まあ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 、そのぐらいだったら別に大丈夫ですね。で、これレックスターデッキからモンスター出てこないから、もうこのターンね。なので、デストルフェニックスがの効果使って次のスタンバイフェーズに戻ってくるっていう効果発動しておいて、で、アルベル召喚して効果発動する。で、アルベルで何かをサーチしてくるが、結局サーチしてきたカードは使えない。なんでかっていうと、あのデッキは魔法カードだから、基本的に展開が。よし。直命最強、さあ困ってるぞ困ってるぞ、オッケーオッケー、まあまあまあ、フィルルドリスちゃんはね3000立てになっていくっていうね、そういうね効果があるんで、まあ、これは突破される、はい、いいだろう。で、あれ、あのガラテアってなんか戦闘破壊対策あったっけ、覚えてねえや、うん、まあ、戦闘破壊対策があるらしいです。適当に組んでっからよくわかりません、そんなことありましたっけ、いいや、ドロー、デビルフランケン、何出せるこれ、あでもダメか、直命のコストあるか、直面のコスト洗っちゃうからダメだ。で、デスフェニが爆弾してくるが、直面のコストを払うため、デビルフランケンは意味がなくなってしまった。おかしいな、この時最強のはずなんだけどな、展開が全然伸びないな。展開が全然伸びないな。でも3400でしょ ?3400 だったら勝ちないこれ。これとオビラプター召喚でしょ。で、オビラプター召喚して効果発動。一応ダイナレスラーというのが最強ぶっ壊れモンスターを、まあ、ダイナレスラーパンクラトップスがサーチできてる時点で最強ですけどね、はい、最強ですこのデッキは。でですね、直面は残しといた方がいいと思うので、デスメニ効果でオビラプターと、相手の、フルドリスを爆破して、はいはい、
これな3500だろ、1800と2800、あ2500でぶん殴ればこれいけんじゃねえかこれ。これ来たかこれ、理論上最強デッキ、やっぱり先だったか、いける、行けガラティア、やったよっしゃ、理論上最強デッキ勝利、戦績1勝3敗。あー、まあ、マスクチェンジセカンドっていうぶっ壊れカードが来てますね。マスクチェンジセカンドとかいうぶっ壊れカード来てんの草。一応一回封印の黄金室打っていい、封印の黄金室の効果発動して、除外するのはライジュリューサンダードラゴン、ライジュリューサンダードラゴン除外して、今のところ強いですよこれ、今のところ強い、まあ、引くカード全部強いですからね。なんでかっていうと全部リミットかかってるんで、全カードがリミットかかってるんで、さすがに強いです。はい。で、週末の騎士召喚して、で週末の騎士の、効果発動で、闇属性モンスター墓地に送ることができる。なんかあるね。ああ、まあ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 、裏ぐらいは食らいますよね。で、そっから、これはチェーンしても意味ないな。これさ、アナコンダデスフェにするよりもマスクチェンジセカンドした方が強そうじゃね？多分ね、これこうなんだよね。で、これでエンドして、で雷鳥帰ってくんじゃん、フィールドから手札に。でマスクチェンジセカンドして最強モンスター爆弾エクストラモンスターゾーンにしたらウィドウアンカーも打てる。これ多分いけよし、いける、手札は1枚墓地送って、ね、黄色の闇属性モンスター1体をそれにマスクチェンジできるぞ。変身見ててください、俺の変身、マスクとヒーローダークロー、マスクチェンジの効果によって特殊召喚。さあダークローはフィールドから墓地送られる、あ違う、お前の墓地の送られる方すべて墓地へは行かずゲームから除外される。ちなみに墓地を送って発動みたいなカードも発動できないぜ。ダークローさんがやったな。そしてダークローさんは相手がなんかあのドローフェイズ以外でデッキからカードを手札に加えると何らかのカードを1枚をランダムにハンデ捨てるという最強効果を持っている。さあ最強モンスターの前にヒレフスがいい。何、おーっと、来たか、これはダークローのせいで展開が止まってるんじゃねえか、相手。いけるんじゃねえか、ダークローのせいで展開が止まってるせいだろ、ドロー。マスクチェンジセカンド2枚目来た。2枚目はいらねえ。でもいらなくもねえか。いらなくもねえ。まあ、一回ぶん殴ってから考えるか。一回ぶん殴ってから考える説結構ある。いや、でもこれ取り出しとか一応。ウィドワンカーちょっと使えなくなるのちょっと痛いなんですけど、まあ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 、一回一応超ライル出しに行きますか。まあ墓穴さんですよね。なるほどね、はい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 。で雷鳥竜が除外されて雷鳥竜の方が無効になっていくため、まあ全くと言っていいほど超ライルは通らなかったが、まあ一応墓穴はここに打たせることができたので、まあよかったのかな、わからない。まあこれで雷鳥竜さんとの方が無効になっていく。でバトルフェーズ入る。でそのセットモンスターを攻撃していく。いけダークロー、相手の裏守備モンスターを攻撃しろ。なんだそのモンスターは、誰やお前、コインノーマ、やばい、戦術機デッキ、これは最近 OCG で強化されたと言われている戦術機デッキじゃないですか。あやばい、やばいモンスターがやばいモンスターがデッキからできちゃった、まずい、やっべいやでも大丈夫だ、あのモンスターはあのウィドウアンカーで無効にできる。あいつはリバースするとなんか相手のヒドロモンスター全部突破するっていうヤバすぎる効果を持っているが、近畿の壺っていうね、まあ壺最強カードって言われてるんですけども、まあそのまあ強欲な壺を除いて、でそこの謎の壺をこれをこうしていく近畿の壺の効果を無効化させてもらうぜ。まあ墓地に魔法カードが3枚ないからパクることはできない。さあ近畿の壺の効果を完全に無力化し、ダークローの突破は困難にしていく。いける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 ぞ、ワンチャンある、諦めるな、まだ俺は諦めねえ、ダークロー単体で戦い抜いてみせる、これがダークローのパワー。あちなみにダークローは今制限とか純正かかってないんですけども、デクレラディバイナーも天使族モンスターいたら墓地を送る、墓地へ送ることはできないぜ墓地へ送ることはできない、残念だったなよし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 、エンシェントホーリー、なんだこれ、こいつ墓地送られてなんかあんのか、あんもねえか
墓地へ送ることはできないぜ。なんもないぜ。しかもレベルも上がんないぜ。レベルも上がらねえのは大変だな。残念だったな。このダークローさんとかいうぶっ壊れモンスターの制圧力によって相手の動きを完全に封鎖しているぞ。ちなみにバトル、よし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 、なんもない。あのね、なんでしたっけ、ダークローさんは昔制限カードがあったことあるんで、まあ一応だからそういう意味も込めてギリギリセーフってことにしてください。これ愚かなマイストレコレン、あー来週帰ってくるの強くね、来週帰ってくるの強すぎか。え、これ取り回収できるやん、最強じゃん、まあ、とりあえず取り回収するか。ライジュールサンダードラゴンの効果を使って、まあ、一旦取り回収しますよね。まあ、墓穴ですよね。じゃあお前墓穴しすぎだろ、どんだけ墓穴握ってんだよ。まあでも墓穴そこまでダークローを突破に関連するカードじゃないから、まあ許そう。でだな、愚かな埋葬でこれ僕何ができるんだ、愚かな埋葬で何を落とせる。まあアラメシアだよね。ちなみにすげえ事実で教えてやろうか、聖殿の水使いの効果を使ってなんかこのアラメシアの儀を持ってきて、あの相手にグリフォンライダーを見せつけるかと思いきや、アラメシアの儀で発動されるのはあの刀剣が出てくるだけだ、効果は。なんかあの運命の旅路はリミットかかってねえし、グリフォンライダーもリミットかかってないからデッキに入れられねえ。どういうことかわかるか、アラメシアの儀っていうのはな、ただ投球を出すだけのカードと化しているぜ、メインツ。単身量。弱すぎない、弱すぎだろ。アラメシアの儀使って投球出すだけのやつ見たことある？俺は見たことがない。ちなみに、俺は見たことがないよ。ああ、まあ、今やって、いやー何うわあ俺のダークローが、なんだこれ、え、何これ、セブリキー4歳行った墓地を送って、2枚ドロー、あ、へえ、トレードインみたいな感じか、セット、なるほど。あ、よしよし、でもいける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 、6100、え、今いくつ、5300、フュージョンデスティニー、やはりこのデッキは最強でした。フュージョンデスティニーの効果を発動、フュージョンデスティニーの効果により、そう、もちろんデッキの中に入ってるカードは全て制限カードと準制限カード、つまり引くカードは全部強い。これが理論上最強デッキ、行け、デストライフェリックスカイ、オーケーオーケーバトル、チェーンしてるからね、あの攻撃反応じゃないですね。行きましょう。さあ、全てのモンスターの攻撃を食らえばお前のライフは尽きる、行け、デストライフェリックスカイでダイレクトアタック、トゥン、行け、サンダーザキングでダイレクトダックゴー、え、あ、関係ない、あ、関係ない、来た、よっと、やっぱこのデッキ最強ってことでいいですよね。なんかパッと見強そう。なんかパッと見強そうじゃない、このハンド、サンダーボルトとハービーのハニボキ、まあ、ちょっとサンダードラゴン2種マジで意味ないけど、これ一切つかないから、まあ、鳥はまあワンチャンその封印のゴイスと一緒に使うたり、愚かな埋葬と一緒に引いたりとかすると一応使えるんだけど、はい、あ、バロネスさんですね。あ、まあこれは圧倒的最強ムーブが展開されるということで、これちょっとどの辺までの展開になるか知りませんけど、サンダーボルトで返せます？いや割と厳しいな。どうしたらいいんだろうな、これに関しては。まあ、とりあえずまずはこれ打ってもらって、これ打ってもらって、このハービー羽根暴起にバロネスを使っていただく、バロネスを使っていただいて、でエンゲージで何らかのカード引っ張ってきて、これなんかあんのかな、これでもなんかさ、これワンチャンさ、なんかその勝への効果、ああここで使ってくんないと厳しいな、ここで使ってくんないと非常に厳しい、あー休止ね、はい、でですね、まあ、ちょっとバロネスの何でも無効が非常に厳しいので、バロネスを絶対に止めなければならないため、まずは、エンゲージを発動し、エンゲージの効果によってウィドウアンカー持ってくるしかないな、これウィドウアンカー持ってきてバロネス無効にして、でバロネス無効にした後に、サンダーボルト打って、あ、いけるな、で一応あのプロートスとショウエイ以外は、ぶち殺せますね。でここを無効するでしょ、でこれはまあ打っても打たなくてもどっちも関係なくて、まあ、打たない方がいいですけど ね、 これね、結局どっちにしてもここで使うことになるから、無効効果もしかしたら残るかもしれないから、まあ、一応多分ウィドウアンカーはするが、
正解な気がするけど、まあ、これ無効にしていく。でとりあえずサンダーボルト通るのでサンダーボルト打つでここでサンダーボルトで全部のモンスター破壊できると思うじゃないですか。なんかその効果破壊耐性がなあのプロトスと照英にありまして、これ2体残るんですよねいやでも5分の3処理できたらでかい。これでこの3内の手札から展開できればワンチャンある。まあ展開ができないんだけどね。はい、全部っぱ成功きたこれで、どうすんの。ちょ弱すぎだってこのデッキ、どう考えても勝てるわけねえよふざけんなよ。理論上最強のはずなんだが